はい、どうも。はい、どうも。どうも。ちょっと打ち合わせも兼ねて、今このまま動画撮っちゃおうかなと思います。うんうん。何の打ち合わせですか？これですね。はい、ドドンと言って。お、村かな。そう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 。これが、まあ、リバトレ？もともと中川さん、運営の中川さんってリバトレで働いてたんだけれども、はい、で、リバトレの、で、いろんなサービスやってて面白いんだよ、うん、で、この、うん、この前 YouTube ライブでコラボした松浦さん、双極働くラボの松浦さんも、リバの人だし、この今回ね、今日打ち合わせしてきたんだけども、あ、どこと打ち合わせしたんですか？その村からとか、村からの方たちと、うん、村からの方たちはリバとも関係があるんですか？そう、リバの一つのサービスなんだよね。あ、そうなんですね、うん、これね、松浦さん、双極働くラボのこの前 YouTube でコラボしましたよね。そうですね、はい、なんかいろいろ貴重なお話聞かさせてもらいましたね、はい、そうそうそう。で、松浦さんの仲間の村からで、ここはそのまあリワークプログラムなんだけれども、村に移住して、まあ、数ヶ月移住してそこでトレーニングをしたりとか、村で生活をしながら、共同生活をしながら鬱を良くしていこうっていう、ああそのサービスも、はいはい、なんか似たようなこと自治体もやってますね。なんかその、うん、いやでもね、生活を起こしたいでしょ。だけど、こういう形で福祉の現場でやってるケースっていうのは他にないみたいだね、やっぱり。ああ。聞いたことあんまなくて、はい、だからそういう、で、今回、まあ連携したりとかね、まあ僕が協力できることはするとか、そういう話をちょっとしてみたって感じで。でね、定員が10人ぐらいで、女性もご利用できて、まあ、うつ病の人もいれば双極の人もいるし、で40代から、ね、20代ぐらいの人がいるみたいな感じで、引きこもりの人とかね、 ADHD の人とかもいるっていうことなんですけど、はい、でそこの村からのサービスと、まあ、ちょっとね、手伝えること一緒にやろうよみたいな話をしてたんだけど、リョーハムさんにこの、ね、村からに行ってもらおうかなと。お、実際ハムハムで、そのビデオカメラ持ってその取材をしてきてほしいと。わかりました、ハム。で、大体1週間ちょっと行ってもらえればいいという感じなんで、まあ、うん、1週間ぐらいちょっと どっかのタイミングで行ったらどうかなと。ほら、川もすごいよ。うなぎ取れるんだって。あ、そうなんですか。うん、いいよね。そうそう、魚釣りするんで、あの、ついていいんだ、まあ、その、あ、そっかそっか、地域によりますけど、その森を使っていいところと使っちゃダメなところがあるんで、うん、使ってよかったら、魚つきしに行こうかな。うん、でね、東京からだとやっぱ8時間ぐらいかかっちゃうらしくて、さすがにね、僕行けないわ。で、3泊とか4泊とかしなきゃいけないから、うん、1泊2日とかだったら全然ね、あんまりだし、そうですね、ということで、うん、あの、リョーハムさんだったわけですね。そうそうそう、リョーハムさんに、リョーハムさん行くの好きでしょ？そうですね、なんか楽しいと思うよ。ああ、はい、ちょっと想像、やったことがないんで想像はつかないんですけど、まあその、まあ、宮古島みたいな、僕石垣島。あ、石垣島か、はい、石垣島の、まあ、あ、奈良県版って感じだと思う、うんうんうん、田舎の感じだね。そうですね、僕は都会よりも田舎の方が好きなんで、うん、いいと思うよ。いいかもしれないですね、うん、その場所はどの、どこって言いましたっけ？奈良の。あ、奈良、うん、そうそう、奈良だったら逆に、あの、僕実家が大阪だからちょっと近いですね、大阪にね。本当にそう、ここだね、このページそこの奈良で、うん、やら、あ、奈良って言っても今、あれですね、南の方なんですね、すごい。あの、和歌山寄りというか。そう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 。いや、本当に、その僕は一応関西出身なので、関西は詳しいんですけど、もう本当に、もう、森の中って感じですね。そうそう。で、あの、内陸部なんで、もしも、あの、南海トラフ大地震が来ても、あの、大丈夫。大丈夫って、なんかちょっとそういうことばっか気にしちゃうんですけど。そう、こんな感じ。
ここら辺でやる、ここでやるんだ。あ、あ、はい、ここか。まあ、ちょっとこっちね。こっちか。こういう感じな。ハムハム。Google マップで。こんな感じ。具体的にはそのどういうのをその取材してきてほしいんですか。なんかまあ多分お金かかってますってなるとは思うんですけど、1週間一緒に体験してみるのと、あと1回その YouTube ライブでつないでも面白いかなと。そうですね、うん、まあ確かにそれはいいかもしれないですね。そうそうそう。でまあやってみてどういうサービスがいいのかとか、そこの課題とかでうちらが協力できることかを表してもらうのがいいのかなと。でまあ、利用者さんは結構もう、ね、来ていて、男性はまだ空きがあるみたいだけど、女性はすごい人気みたいで街みたいだね。あ、そうなんですか。うん、で、まあ、店員10人だからね。で男性6か7で女性3人とかだから、あっていう感じ。男性の方が多いんですね。そう、枠としてね、枠としては部屋の構造上ね、うん、でグループホームを借りるみたいで感じで、うんうん、まあ月3万とか5万とか3、4万ぐらいで利用できるみたいなこと。あ、で住める、住める。そうそうそう。いう感じだね。うん。まあ移住する人もいるみたいだし、東京帰ってくる人もいるみたいだし。家賃が3万よ、3、4万ってことですか。だから全部込みで3、4万ぐらい。ご飯とかも、ね、生活費とか食費とか全部込みで。そうなんですね。なんか月3、4万ぐらいあったら生活自給自足しないといけないのかな。自給自足とかはしなくていいけど、そんなもん、うんうん、で、Amazon も使えるし、ネットもつながり放題だし、ネットフリーも何でもできますよと。うん、いいよね。そうですね、なんかちょっと、うん、あと働く人も募集してるみたいなんで心理師さんとかね、福祉系で働きたい人も募集してるみたいです。あ、まあ、ちょっと行って取材してみてうんって感じかな。場所はもう奈良だけなんですね。そうだね。まあそんなにねやれる人いないからね、こうやって。まあ地方移住とかもね、一つのテーマだから、うんうんうん、面白いかなと思って。そうですね、なんかやっぱり一定数やっぱその都会、こうなんだろう、都会じゃない方がいいんじゃないかなってまあ思う、ちょっと内心僕が思う人とかも、そのなんかコメント欄とか見ててたくさんいる。そうですね、なんか田舎だったら全然いいけどね、都会はきついみたいな人いるよね、うん、まあ、そのどうしてもその都会じゃないとやっぱダメな人ももちろんたくさんいるんだけど、だ東京生まれ東京育ちで東京合わない人たくさんいるよね。そうですね、なんかそれはちょっと辛いですね。そので地方出身の人で東京来てるのは、うん、まあ東京っぽいことが好き、だからある種ドライな人間関係が好きとか、うん、スピーディーなところが好きな人たちだからいいんだけど、僕も大阪の端っこの方なんで、あの結構、まあ、ある意味田舎っちゃ田舎。僕もドライな感じが好きだし、もともとスピーディーな場所が好きだったんだけど、もう最近疲れてきたから地方もありだなと思うもんね。なんか、あ、え、あ、はい、あの、え、早稲田メンタルクリニック移転ですか。移転はでもまあなあと思うわ。そうですね、あの、困っちゃいますからね、うん、そうそうそう、患者さん。なんか難しいですよね、その内科とか、なんか別の科だったらなんかそのまあその、うん、行けたりしやすいかもしれない。精神科ってのは継続的にやっぱり、まあそれもあるね。あとまあ YouTube もやってるしね、テレビとかもね、うん、いろいろあるからまあいいのかなって。東京じゃないとテレビのお誘いとかも来ないじゃない。ネットの番組とかもそうだけど、まあまあ、気軽に呼ばれないからさ。そうですね、気軽にはなんか呼ばれない。東京とかでいた方がそういう仕事もいっぱい来るから、まあそういうこともまあ社会貢献のために必要かなと僕は思ってるんですけど、うんうん、まあ僕個人の利益のこと考えたらもうこんなので、ね、クリニックも YouTube も全部自助会も全部やめて、もう地方でなんかのんびりやりたいなって思うけどね。急にバッバッ、大胆発言を。いやこれはいつも言ってるから、ね、まあね、あのコスメ田中さんの時からずっと言ってるけど、まあそんな感じだね。うん、まあ、ちょっと行ってみて、なんかコモリとかとも似てるなと思って。ああ、そうですね、なんかコラボをちょっと、うん、そうそうという感じです。はい、打ち合わせ兼動画撮影でした。こんなもんです。なんか質問とかありますか。いや、はい、まだ想像がついてないんで何もないです。
だからまあいつでもいいんで1週間か2週間ぐらいちょっと行ってもらう、日程調整してください。はい、ハムっていう感じですね。でその両ハムさんが行ってるどっかの、まあ、中日の水曜日ぐらいに YouTube ライブ一緒にやると。もう結構直近で行きます。いやそんな急がなくてもいいけど、なんかこっちのスケジュールとか両ハムさんのスケジュールとか、うん、いろいろ相手のスケジュールもあるからそれに合わせて決めればいいかなと思って。わかりました。はい、ということでした。ハム、じゃあまた。